はい、皆さんこんばんは。キャプテン翼 US 版実況プレイ、今回が第2回目です。今日もよろしくお願いいたします。はい、今回は外伝シリーズということで、いつもと違ってキャプテン翼ではないゲームに、挑戦しております。まあ、中身はね、ゲームの中身はキャプテン翼なんですけれどもね。でも、素材はアメリカン、まさにワコン要塞っていう言葉が当てはまるんじゃないかと。こう和の魂の、西洋の才能と書いてね、日本人としての精神を、保ちつつ西洋の、知識を受け入れるという、意味なんですけども、これはもともとね、料理の鉄人で有名な道場六三郎さんがね、対決中に、書いてたお品書きの言葉なんですけどね、すごい印象に残ったんですけど、ただね、ワコン要塞といえど、US 版ね、なってしまうと、僕らの愛すべき南葛の戦士たちが、もう外見がああも変わってしまうものかと、非常にギャップが激しいんですけどね、選手の顔の。もうメンバー見ると、幸の薄そうなね、眉なし野郎もいるし、とっぽいモヒカン野郎もいるしね、非常に個性的で。もう熱血紅白国雄くんに出てきそうな生徒ばっかり。もう森崎くんなんてもう面影がないもんね。どう見ても北斗神拳の伝承者でしょ。もうすごい肉体改造を図ってますっていうので、次は第2試合、予定ではこのパート2では、この第2試合、第3試合、そして第4試合までね、まとめてお見せしていくことを考えてます。じゃあ、早速、この監督さんのアドバイスを聞いていきましょう。はい、じゃあリッスンアドバイス、何何、キーパークロースチェックオンジーン&エリック、ジーンとエリックには気をつけろということ言ってますね。なんかあれだな、監督さん最近のポール・マッカートニーみたいな顔してますね。このたるみ具合がすごさマニアックでっていうので、あとね、確かこれ僕の記憶が正しければ、私の記憶が正しければこれ選手のレベルとか見れたはずなんですけど、どうかな。でもあ、これじゃない。また出しちゃった、アンナ、ロビン、うっふん、ヒアストデイズメモ、うっふんみたいな。すごい色気を使われちゃってます。これじゃなくて、どれだろうな、あ、そうだ、スタートボタンでした。あったあった、そっかそっか。でも結構2とかね、キャプテン翼2とかキャプテン翼3に慣れちゃってると、このキャプテン翼1のこの画面がすごいそっけなく感じますね。あったあった、よし、 OK。 じゃあ、第2試合、サクサクと、お見せしていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。スタート、レディートゥーゴー。お、メッセージが変わった。あ、チャーリーだ。キックオフナウ。よし、行くぜ。この僕らの操ってるチームがレイザーズって言うんですけど、直訳するとカミソリっていう意味になります。カミソリチーム。うわ、取られた。うわ、やっぱ敵動画曲がいいな。特快攻したいな。敵の BGM が羨ましい。お、こいつか、エリック。お、シュート打ってきた。何度見ても笑える、北斗神拳。よし、頑張れ。パンチケンシロウ、さすがレベルが上がってますからね、前回の試合で好セーブ連発でしたから。そしてフェリックスくん、逆サイド。あ、危ねえ。敵にもモヒカン野郎がいましたね。じゃあ、無難にうちのキャプテン。どこにいる？ロビンくん。あれ、いないぞ。あ、いたいた。ロビン、よし。ロビンマスク。イッツロー。イッツローさん。ダイビングヘッド。
け。おっしゃーゴール。Made it into Rose's goal。 これやっぱローズっていうぐらいだから、相手のこのユニフォームもね、ちょっと乙女チックなカラーになってるんですかね。お、ブルック君、うちのモヒカン野郎。あー、かわされた。あ、ジーン、ゴッドザボール。あ、ジーンってモヒカン野郎相手にもモヒカン野郎がいた。ちょっと危険なあれだな、予感がするな。頑張れケンシロウ。わたー、強い強いぞ、さすがレベルが上がっただけあるぞ。大丈夫でしょう。あ、オンザグラウンド匍匐前進中。頑張れ剣士。あー、ついにとうとうゴールを奪われてしまった。よっしゃケビン行け。うちにはロビンマスクとケビンマスクがいますからロビン家2人いますよ。もう来た。じゃあドリブルで、おっしゃー。よし、じゃあ息子から親父にパスだ。どこにいるもううちはもうワンマンチームでいいですよロビンにすかさずパスを出そう。ロビン、おっしゃ、いつ、はい、そうしたらもうバイシクルで、バイシコー、おっしゃー。なんか点の取り合いのような予感がしてます。今日はさ、ガンガン攻めてきますね。おー、ラルフ、生え際が面白い子よし、じゃあちょっとあの子元気かな。あの幸の薄い子をちょっと見てみたいなって気がしたんですけど、どうも囲まれてしまってたみたいで。じゃあよし、じゃあパス出そうか。頑張れ、おっしゃ。おー、マーク久々に見たぞ。そうだ、キャプテン翼1にはねマークっていう設定があって、こう相手の選手を封じ込むようなねコマンドがあったんですよ。で、ね、自分の味方の選手をより、呼ぶみたいなね。おっしゃ来た、サチの薄い眉毛野郎、眉なし野郎。よーし、クロスを上げてくれ。どこにいる。そうだね、もちろんロビン逸郎さん。あ、間違えた。でも大丈夫かな。おっしゃー、ボレー決まった、ハットトリック。よしよしよし、なんかもうあの点の取り合いになるようなね予感がしてるんで、もう取れるならいくらでも点を取っちゃうという作戦できます。もうイケイケどんどんで。おっしゃーいいぞ、パーマじゃないやパーマ野郎はキャプテン翼3、モヒカン野郎。じゃあパスですね。よし、カミソリチームリードです。 You are doing great うっふんみたいなよし、じゃあとりあえず誰がいいんだろう。ケビンでしょ、でモヒカン野郎でしょ。あ、これあれか、サチの薄い子か。なんかこの画面になるとちょっとかっこよくなりますね。シルベスタースタローンっぽい感じ。じゃあロビンで、レッツゲットツゲザーツゲザーしようぜみたいなファイネストビクトリー、素晴らしい勝利で、飾ろうと言ってますね。ツゲザーしながら、よし、ガッツでいこう。お、ナイスマーク。お、来た、ケビンマスク。よし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 、上がれ。そして多分ね、サチの薄い子がノーマークになってると思うんですよ悲しすぎて近寄れないみたいなよし、ノーマークだ、いけいけ。そしてそれを、あ、もうちょいか、もうちょい。
で、これで誰かしら入ってると思うんですけどね、ペナルティエリアの中に。お、惜しい。あ、ケビンがもうちょい入るな。じゃあケビンに渡してみようか。たまにはね。ケビン、イッツロー。よし、オレ、オラップ。おー、決まったー、オーラップシュート。ナイスケビン。よしよしよし、我がカミソリチームはこの、ケビンとロビンとジョンだけ育てることにしました。なんというスリーマンサッカーで。お、来た、相手のモヒカン野郎。じゃあこれは、両方カットで。ああ、かわされた。ああ、かわされた。やばいぞ、さすがのケンシロウもこれはちょっとやばいぞ。いけー、わたー、強い。そう簡単にはいかないよ。うわー、拾われた。うわー、まずい。うわー、撃たれたー。ケンシロウ強い。無敵だ。うわー、それでもまだ敵のボールか。よーし、意地を見せろ。おっしゃー、強い。うわ、まだ敵のターンか。やべえな、撃たれた。そしてひれ伏した。これはもうしょうがない。おお、止めたよ、最強じゃん。よし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 。でも誰も拾ってくれない、かわいそうなケンシロウ。止めろー。あー、入っちまった。よっしゃー、シュート、いけー。マスク、あ、クソ、ダメか。敵がちょっと硬くなりましたね。お、やばい、モヒカン野郎が来たと。わー、なにこれ、ヤクヤクソゾーンから撃ってきました。うわ、じゃあ望むところだ、キャッチ。入っちゃった。悪い、ケンシロウ悪い。ちょっと今のはふざけすぎた。でもちょっとね、期待したんですけどね。ケンシロウやばい、すごい頑張ってるから。やばいぞ、ケンシロウを信じるしかない。うわ、またやけくそ。おお、ジェームス。そうだよ、ジェームズはね、あれなんですよ、シュートのカットが上手なんですよ、すごい。ちょっとフリーな位置に誰かいない？あ、いた、マーク。うわ、やべえ、捕らえちまった。これはやばいぞ、なんとか奪わないとね。タックル。おお、アルバン。あんまり出てこないね、アルバン君は。おお、救世主。よし、このままドリブルして逃げ切ろうぜ。もちろんドリブル。おっしゃー、あー、奪われた。大丈夫、あと1分20秒。やりました。勝ちました。はい、次は、ボムスっていうチームと対戦します、ね、爆弾チームです。カミソリ対爆弾の対決です。はい、じゃあアドバイスを見ていきましょうか。はい、サイモン has a great shot。 サイモンには強力なシュートがあると言ってますね。よし、じゃあ早速やってきます、スタート。わお。レッツゴー。すげー。よし、あ、チャーリーだ。よし、頑張ります。じゃあまずは、ケビンマスクにね、ボールを運んでってもらって、でも捕まっちゃったんでパス出します。いないな、選手が。マーク、うわー、取られた。お、これか、サイモン。うん、サイモンってひょっとしてマコッちゃんじゃないの？今ふわーっと記憶がちょっと
蘇ってきたんですけど、もしかしてまこちゃん？サイモンって。お、おっしゃー、モヒカンタックル。ちょっと気をつけないとね。デイビッド気をつけろよ。絶対まこちゃんでしょ。怖いんで、もう早めにうちのロビンに。わあ、取られた。どっから来たの？お、デイビッド。あ、4人いた。じゃあ4人がかりでタックル。おっしゃー。It's high。お、やばい、サイモン。絶対このポジションはディフェンダーのはず。そうなると、すごいシュートがあるってことは絶対まこっちゃんなんでね。ソーダくんだと思うんですよ。やばい。なんか可愛い日本人みたいな子が攻めてきたぞ。It's high。お、やばい、日本人がまたいた。撃ってきた。よし、ケンシロウ、うわたー、強い。よしよしよし、ケンシロウは強いんだけど、うちのディフェンダーがね、なかなかこぼれ球を拾ってあげらんないんですよ。お、いた、さすがブレッド。あー、取られた。やばいやばい、せっかくブレッドがノーマークだったのに。相変わらずどうしよう。あ、4人がかりなら、タックルタックル、カットカットで引け。ああ、ああ、ああ、そんなバナナ撃たれた。頑張れジョン。おっしゃー、やばいやばい、初めて先制されてしまいそうだ。ああ、しかもヒデ伏してる。ジョーン、頼む、ジョーン。やられちまった。しかも全然要注意人物じゃないやつにやられてしまった。これはまずいな。早めにちょっとロビーに渡して、ドリブル力の高いやつに渡さないと、ちょっとパスが容易にあれだな、出さなくなりつつあるんでね。よし、ドリブル、さすが、おっしゃー。あ、5番来た、ドリブル。あ、やばい。お、サチ来た、サチサチ。よし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 、 What now? それはもちろんロビンにパス。ヒッツロー、ダイビングヘッド。あー、止められた。もうあのダイビングヘッドはキャプテン翼1にしかないね、技なんで、できるだけもうダイビングヘッドを使っていきたいと思うんですけど。ロビン、よし、イツローさん、ダイビングヘッド。うわー、強い、やばいやばい。こうじっと待っていないといけないというのがもどかしいですね。あー、惜しい。お、来た、サイモン。絶対顔が面白いな。いじめっ子タイプだな、顔が。ヨーマクフライみたいな。靴ひもほどけてるぞマクフライみたいな。やばい、可愛い日本人に攻められてる。ケンシロー、おーし、あ、やばい、これが一番のかい、サイモンに。おっしゃおっしゃ、時間がない。誰か、みんな、あ、みんな戻っちゃってるのか。しょうがないな、じゃあ前半はこれでお茶を濁すしかないのか。ロビンは、あ、いないのか、もうしょうがないか。これはとりあえず前半は 1-0 でと思ったけど、せっかくなんでシュート打ちます。いけー、ロングシュート。うそ、どんだけ鋼の体だよ。やばいね、負けちゃってるね。じゃあここはパー、あのパーマじゃないや、ごめんごめん、どうしてもパーマ野郎っていうのが抜けないな。
モヒカン野郎にね一つ気合を入れてもらわないとね。はい、レッツビーテム Here and Now Now and Forever みたいな。お、サイモンが喋ってきた。 We've as good as one this one。 あ、もうカットも同然だぜってことを言われちゃってますね。大丈夫大丈夫、うちにはロビンマスクがいるから。ただね、ボールがね簡単にカットされるようになっちゃってるんですよね、早くも3面で。これはあれだな、ここで1回負けてレベル上げとかしといた方がいいのかな。やばい、日本人がいっぱい。ジャパニーズスクールなのかな、ボムズは。やばいやばい、きたー。でも通常のシュートだったらね、ケンシロウちゃん大丈夫ですよ。パンチ、うわヘディングだれた。頑張れジョン、おっしゃー、さすがー、よしよしよし。これはいるな、敵がいっぱい。でもライン際ドリブルが有効な気がするんですけどね。囲まれたらパス、おっしゃー、かっこいい。危ねー、うわやられた、鋼の体。うわ全然パスが通らない、これはまずいぞ、これはまずいぞ。うわやばいやばい、すげえパス回されてる。打ってきた、大丈夫ケンシロウ。うわやられちまった、やばいやばい。こうなったらもうすぐにロビンに渡そう、それがいいや。ロビン、ドライブシュートとか打てなかったっけ、それともレベルで覚えるのかな、そろそろ打てるのかな。あ、あった、ハイパーショット、打ってみたいと思います。ロビンズハイパーショット、わお。うっそサイモンに軽々カットされちゃいました。ハイパーショットなんか情けなかったな。クソ、奪い返すんだ。あ、打ってきた、サイモンズパッションショット、やー、おお、やり返した、いいぞ。よっしゃ、向こうが打つならこっちだって打つぜ、ハイパーショット、おりゃー、わお。よっしゃー、かわいいなみんな。そして顔がウケるな。あんだ、そういうのが打てるんなら最初から言ってよ。唐突だもんな。うまい、おっしゃー、もう引かん。これはもう一回あのハイパーショットを打って同点にしないと。ノーマークの選手ないかな。あ、デイビッド、 OK、 よし、それをロビン、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 ちょ、ロビンどこ行っちゃった。もううちはロビン頼りなんで、ロビーン、おっしゃ、それをもう打っちゃう、ハイパーショット、ワオ。よっしゃ同点です。もう軌道がまんまドライブシュートなんですけどね、あれ。どっから見てもドライブシュート、でも違います、ハイパーショットです。なんかデジカメの名前っぽいのが多いな。どうしよう、カットしとくか。おお、優秀、よし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 、じゃあ C ブロックで1点取ろう。クソ、
そう、まさかこの海外版キャプテン翼で C ブロックとか口にするとは思わなかったな。すっごい適当な気持ちでやるつもりだったんですけどね。よし、サチ上がれ、ワンチャンスにかけるぞ。サイモンアプローチ、あ、やべえ、サイモン来ちゃった。あれだよね、絶対マコッちゃんのことだからカミソリタックル的な技があるよね。あ、やばい、うちのロビンガッツ9しかない。そしたらもうケビンマスクに頼るしかない。ケビン、うわやばい、サイモン強え。まさかの来るか、来たー、パッションショット。いやー、おー、モヒカン。モヒカン、ナイス。よし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 、これは風が吹いてるぞ、うちに。デイビッド、よし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 、デイビッドから、うん、ロビン13。困ったな。でも、もうケビンに頼るしかないな。ケビン、おお、すごい、イッツハイ、よし、テントリア、オーラップ、オーラップ、よっしゃ、ケビンナイスゴール、やったー、これ勝ったでしょ、これ勝ったでしょ。やけくそシュート打ってこない限り絶対勝った。やりました、レイザーズビートボムズ。